島県郡山市にあります全陽堂山本整骨院の山本です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日は、首を寝違えてしまった患者様から、寝違えに効くストレッチを教えてくださいということでリクエストがありましたので、ご説明していきたいと思います。2種類の筋肉ですね、伸ばしていこうと思うんですけども、まず一つはこの僧帽筋という、僧帽筋の上部という筋肉です。この辺ですね、これ後ろから見た姿なんですけども、この首から肩にかけての筋肉ですね、まずここのストレッチをやっていきたいと思います。まずですね、伸ばす方とは逆の手をですね、後ろに回します。背中の後ろに回すような感じですね、こんな感じで回します。そしたらですね、伸ばす方の、手を後ろに回します。伸ばす方の手を回したら反対の手で頭の横を押さえてそのまま横に倒します。ぐーっと倒します。先ほどの僧帽筋の上部が気持ちよく伸びたところで止めます。15秒から30秒ゆっくり伸ばしましょう。特に寝違えている方なんかは、本当に気持ちいいくらいのところで止めて無理しないように注意してください。戻します。はい、今のが僧帽筋になります。次はですね、肩甲挙筋という筋肉ですね。肩甲挙筋はこんな風にですね伸びる筋肉になります。肩甲骨の上のこの角っちょのところからですね、首にかけての伸びる筋肉です。これを伸ばしていきたいと思います。さっきと同じようにですね、伸ばす側の方の手をですね、今度は上にですね乗せてください。こんな感じですね、乗せます。乗せたら反対の手で、さっきは横だったんですけども、今度はちょっと斜め後ろですね、斜め後ろを押さえて、斜め前ですね、こちらの方にゆっくり手で頭を前に倒していきます。気持ちよく伸びたところで15秒から30秒止めます。引っ張る方向がですね、先はこっちだったのが今度は斜め前になります。それと手の位置ですね、これが変わってきますので注意してみてください。本日も最後まで動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。